質問の方を読ままままませせてててていいいいいたただだきますすすお願いします初めましめ以前から動画を見さ私もダイエットを決心してジムに通い始めたのですが体重は1ヶ月以上経っても減りませんやはり運動より食事の厳しい管理が一番なんでしょうかこれが最後のダイエットだと思っています今回痩せれなかったら一生デブなままだと思いますこの体型をさらしてジムに通うのもへこいますこういうメールが来てました。 まずやっぱダイエットしようって決断してジムに通ってほんと素晴らしいと思います最高最高ですでウェ、まあ、ールド文章であの1ヶ月以上体重が減らなくてやっぱり運動より食事をあれ厳しいダイエットが必要なんですかっていうことなんですけど厳しい管理かうんまあ 担当直に言うと、やっぱり食事って重要です。例えば僕も昔137キロありました。そこから痩せるにあたって、やっぱり自分自身ね、太ったから気づいたんだけど、たくさん食べてるわけ。普通の人間より。だから、どんなに運動を頑張っても、そのね、カロリー分消費するって結構難しいわけ。だから俺はやっぱり、普通の人間ぐらい食べない,いに食事をしないといけないなって分かったから、最初そうした。うん。だからやっぱり、運動を頑張るっていうのはすごい重要なんだけど、痩せる脂肪を減らすとか、 てていくってなるとややっっぱ食事もちゃんととていいいいかないといけなけで,す、うん、でまあ、けど、まあ、これ見て僕が思ったのがまずその1以月を経っても減りませんってことは増えてるっても書いてない方増えてないって仮定しますね増えてないんだったら体重が変わらないっていうパターンもあるんですけどそういう人は結構ね見た目良くなってる可能性もあると思うんですよね例えばダイエット始めた時って筋トレしてジムで通ってやってるのかも。 の思うんだけどそしたらやっぱ筋肉が増えて脂肪が減って見た目が良くなってけど体重はあんま変わらないっていうのあるうんだから正直体重だけじゃなくて見た目がねちょっとシュッとしてるなしたなとか昔履いてた服が入りやすくなったとかでかつ筋肉がちょっと増えてるなっていうのは一番いい例ですようん本当はやっぱそうやって最初ダイエット始めた時は筋トレとかしたら体重も増えちゃうんで そっからやっぱだん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 やっていく中でちょっとずつ減っていくんですけど、まあ、それでもなんかいやそう言われても実際全然痩せたる感じもしないし筋肉も全然出てる感じしない単純に全く変わってないですって言うんだったら、まあ、食事をまあ管理というかちょっと手を加えたらまあ痩せれるとは思いますうんまあけど厳しい管理が必要なんでしょうかって言うんですけど正直厳しい管理じゃなくても ちょっとずつ痩せることは可能だと思います。うん。で、どういうふうにやれば痩せるのかっていうと、まあ、ちょっとね、まあ分かりやすく説明すると、人間っていうのは何もしてない状態で消費するカロリーっていうのがあります。基礎代謝っていうんですけど、普通に生きてるだけ、動いてない状態で消費するカロリー。まあ、大、いろんな、みんなそのカロリーは違うんですけど、まあ、体重とか年齢とかによって変わります。で、これまあ調べれば出るんですけど、それと、 あれ活動代謝っていう方もありますその活動代謝って何かっていうとこれは例えば運動したりとか日頃トレーニングしたりとか歩いたりとかっていうのを含めた消費カロリーでこの活動代謝と基礎代謝の間の食事をするのを進めます僕はうん基礎代謝分食べるとまあ痩せていきはすると思うんだけどトレーニングがあんまりできないとかってなっちゃってもあれなんで逆にこう基礎代謝と その活動対象の間ならいい感じにトレーニングもできて筋肉もあれしながらちょっとずつ痩せれるんでそっちがおすすめですねでやっぱり本当に痩せるってなったらこういうカロリー計算とかもやっていった方がいいと思ううんもちろんねやらなくても痩せるっていう人もいるしそれでも全然いいんだけどやっぱりこうやってやっぱ壁にはちゃんとぶつかってるわけじゃないですか1ヶ月頑張っても体重減れないじゃあどうしようってなった時にやっぱり食事管理が必要で厳しい食事管理ではな,いなくていいと思うんだよね うん、例えば基礎代謝が2000で活動代謝が2500ぐらいだとしたら2200とか食べてみるっていう感じで、うん。で、だから極端に全く食べないとか、あの、なんか何々がダメとかじゃないんですよね。それをうまくやっていけばいいだけなんで、全然頑張っていけばいけると思う。それより1ヶ月間頑張って通ってるってことが本当素晴らしいと僕は思いますね。うん。やっぱ1ヶ月ね、 ジムに通っているところなんで、今まで通ってなかった。自分に比べたら全然違うと思います。うん、やっぱり体重が変わってなかったとしても、通っ1ヶ月ジムに通ってない。体重の体と1ヶ月間体重は変わってないけど、ジムに通った体っていうのは見た目は僕は変わってると思いますね。うん、あとこの体型を晒して。ジムに通うのもへこみます。っていう風うにあるんだけど、この気持ちもね。僕もすごいわかるうん。最初やっぱ。僕もそれを始めた時って。 太ってる状態で人のとこ行きたくないとかしんどいとか思ったんだけどやっぱねその実際さそうやって人はそういう人を見てあこの人太ってるからなんとかとか思わないですよやっぱり気持ちはかるけどみんな自分のことで忙しいし自分自身頑張ってるからそんな思わないむしろ俺はどちらかというと頑張ってて素晴らしいなって思うだってこうやってね1ヶ月間通ってる時代あすごいあれちゃんと目標ともに自分自身頑張ってんだなって。だからそんな あれ、へこもない,でい,いと思います。むしろ、今まで、その、ジムとか通ったりもしてなかった自分が、こうやってダイエットしよう。ほら、人生最後一生です、でうん、これが人生最後ダイエットと思いますって言ってるじゃないですか。こう、こうやって、決断して、頑張って、1ヶ月やってる自分、素晴らしいって思いますよう。うん。で、こっからのやっぱ、第一ステップとして、見た目がもし本当にあんまり自分が思ってるほど変わってないとか、まあ、筋肉もそんなにとか、っていうんだったら、やっぱり食事をちょっと見直そう。うん、そう思うなら、 俺は変わってってると思うけどね。まあ、変わってるんだったらそのままでいい,い,いと思う。うん。でもし変わってないって思うんだったら食事を見直した方がいい。で、厳しい管理はいらないですよ。ちょっと。うん。厳しいってやっちゃうとやっぱり限界来てバッって,なって食べちゃうってなったらもったいないから。そうじゃない。まずは自分の一日を基礎代謝を調べてみましょう。検索して。で、今度活動代謝っていうのも調べてみましょう。そしてその間をまず食事してみる。で、これで体重がどうなるか。増えすぎてったらそこから 100キロカロカリーずつ減らしていくとか、うん、まあこれ大体2週間3週間ぐらい続けてみてる形でやっていきましょう、うん、こうやってやっていって自分が1日どれぐらいのカロリーで痩せるのかまたは太るのかっていうのも知っていくこと大切、うん、例えば2,000カロリー食べて痩せていったんだったらあ私は2,000カロリーで痩せるんだってわかるじゃんで逆に2,000カロリー取って太ったらあ2,000カロリーでも太っちゃうんだってわかるじゃん まあ、そうやってやってって何週間か試してって自分のまずことを知ることが重要ダイエットにおいてだからその一歩一歩踏んでるちゃんと素晴らしいこと、うん、まず一個自分でダイエット頑張りっとてジムに行った素晴らしい、うん、でこうやって1か月以上も行ってる素晴らしいでそこでなんか体重減らないっていう気付いてそこからまた前進してこうやって僕にメールも送って頑張ろうと思ってるの素晴らしいじゃないですかうん頑張ってください素晴らしいですもんもうすごい頑張ってるうん この体験を、この体験をさして、自分に行くも行くまで、いや、頑張って、ほんと素晴らしい。うん、気持ちすごくあります。だから、まずはもっと自分を知って、頑張っていきましょう。やっぱちょっとね、まあ、僕も、もしかして辛いこと言ってたら、ほんと申し訳ないんですけど、やっぱり、痩せるってなった場合、自分を知らないといけない。どれぐらい痩せるかとか、ブれスが太るかとか、そういうのをやっぱり調べていかないといけない。基、う、礎、ん、代謝、活動代謝量。それを調べて、自分に照らし合わせる。で自分が それで痩せていくのが太っていくのかはま実験してみる。そういうのを繰り返して、ちょっとずつ痩せていくようにしよう。うん。で、毎月、まあ、人にもよるんだけど、体重のだいたい2%パーとか、多くて3%パーぐらいがいいと思う。1 0 0キロの人だったら 2kg とか、多くて 3kg。それぐらい、あんま減らしすぎてもね、大変だから。無理なく。うん。よし。じゃこんな感じです。だからね、まあ僕の考えはこういう形ですね。まあもしかしたらね、あの、いろんな考え方あると思うんですけど、僕はこういう考えです。もしよかったらね、試して、 見てください。けど本当頑張ってて素晴らしいんで僕はそれ本当応援してます。だから無理なく怪我なくちょっとずつ頑張ってくださいね。じゃあまた明日ほとで。バイバイありがとう